どうも、とあるウォーカーです。今日は仕事終わりに和歌山に来ております。なお、ここは和歌山の桂木町某ガソリンスタンドですが、このお値段をまずはご覧ください。このお値段、驚きませんか？このガソリン高騰の時代に、なんとレギュラー149円、ハイオク159円、軽油123円です。なお、大阪ではガソリンはハイオクで164円から170円。レギュラーでも159円ぐらいですかね。まあ、僕、スイスボでハイオクなので、レギュラーの価格あんまり最近知らないんですけど、まあ、およそ10円安いんですよね。なので、まあ、僕、だいたい車で50分から1時間ぐらいでこの桂木町来れるので、いつも遊ぶついでにここでガソリンスタンド入れてるため、まあ、燃費代ちょっと節約できております。そんな遠いところまで行ってガソリン無駄に使ってるんじゃねえかって思うかもしれませんが、僕は別に遊びに来ているついでに入れてるので、全然無駄ではございません。それでは、今から僕は、温泉に行ってきます。はい、温泉に到着しました。なお、桂木町にある温泉は、こちらの温泉です。見えるでしょうか。この八風の湯という温泉です。なお、とあるウォーカー。いつものルーティーンですが、温泉の前に走らないと気が済まないので、今からランニングしてきます。それでは、行ってきます。走り終えました。走行距離はこちらです。6.46キロで、ペースが、見にくいですね。ランニング終了です。いい汗をかきました。走った距離がですね、こちらです。6.49キロです。で、ペースが4分2秒、平均ペース4分2秒です。結構いいペースで走れたと思います。プロテインです。乾杯します。どうも。温泉入り終わりました。ここは僕が何回も来ているんですけど、とても温泉の雰囲気も良くて、内湯が2つ、外湯が3つで、天然の水風呂とサウナがついていて、8時以降ならお値段700円で入れてお得な温泉となっております。いや、何回来ても気持ちいいですね。僕の仕事終わりの平日ルーティンの1つでした。皆様もストレス解消に真似してみてはいかがでしょうか。それでは、さようなら。